はい、みなさんこんにちは、あゆですとマイクです、うん、今日も、マイクと一緒にポッドキャストを撮っていきたいと思います。で、今日は日本語の、まあ、フレーズを教えたいかなと思ってて、で、これはまだマイクにも言ってません、うん、マイクも初めて聞くフレーズ、はい、楽しみですちょっと、まあ、私が頑張って説明して、それをマイクができたら、まあ、その英語で説明できたら、うん、そこがゴール、今日も、うん、じゃあ頑張ります。で、このフレーズは結構使うから、うん、まあ、知ってたら便利かなっていう感じです、うん、で、フレーズのもう早速いきます。は、じゃん、読んで。え、おみ、あ、右も左もわからない。そう、多分英語と同じじゃないそうなの。そうそう、 I don't know left from right。 どういう時に使う。全然わからん。ああ、の時、まあ、右も左もわからないって。ああ、そうそう、 I don't know left or right。 そうそうそう。あ、そうなんだ。じゃあわかりやすいね。ああ、簡単だった。そうそうそう、うん、簡単だったえ、じゃあさ、でもまあいいと思う、うん、まあそう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 、まあみんなはまあビギナーとか、まあそうそう、この言葉はまあわかるね。え、でもなんか2つ使い方があって、うん、まあ、1つは本当にその、うん、なんていう、フィジカリー、うん、場所が分かんない時も使える。例えば、え、そうなん、場所、あ、そう、だから本当にさ、例えば初めての国に旅行に行った時に、うん、本当にそのジオグラフィーが分かんない時も、うん、右も左も分かんないって使える。迷ってるというと、そうだね、ま、迷ってなくてもいいけど、例えばその国のこと全然わかんないとか、その国に対する知識、ナレッジがないときに、うん、右も左も。多分英語で自分のことについてかな。自分？そうそうそう。どういう意味、自分のことって？ちょっと待って。うん。まあそのことについて何にも知識がないときに使う、ナレッジがないとき、or no clue。そういう時に使うかな、うんうん、じゃあどういうさシチュエーションで使えるの、それ英語で、うん、例えば、例えば、 like I would use it if if I'm doing something and I just don't know the answer at all、うん、like completely、うん、like you know if I'm doing a testAnd I didn't study for it, so it's just, I don't know anything, you know, I would just say I can't tell left from right. Oh. You know, or you would also use, I guess, because I think you use it more for people, not situations. Ah, そういうことか。 Yeah, so like, for example, you know, if I see someone who just is doing something, but they're doing it completely wrong, or they're just, you know, they're just making a mess of whatever they're trying to do, I'd say, ah, that person doesn't know left from right.なるほどね、うんうん、と思う。なんかさ、その日本語でよく使い方は、うん、なんか人に話す時とかに、例えば私が初めて新しい会社に入って、うん、全然わかんなくて、うん、Thank you for teaching me という時に、なんか右も左もわからない私に教えてくれてありがとうございましたとか、うん、っていう感じで、なんかビジネスとかのシチュエーションで使うの、ね、ちょっとフォーマルな感じ、うん、あんまり友達とかには使わないかもしれないけど、そうだね、ちょっと、何フォーマルかな。 Most commonly used in a business situation、知らんかったとか、まあ、unfamiliar situations、うんうん、そうそうそう、まあ旅行とかね、そうそうそう。じゃあもう一個、あの例文は、うん、新しい町に引っ越して、うん、最初の数日間、あ、まあ few days、うん、first few days は道が分からなくて、右も左も分からなかった、うん、どこに何があるか分かんないみたいな、うんうんうん、You don't know what's around or what's there、うんうんうん、でそうそうそう、質問ある、うん、まあこのフレーズは右も左も分からない、うん、でも左も右もわからないも言う？言わない。言わない。え、言うの英語で left and left, I don't know right from left, left from right。まあ普通に left from right かな。でも左から始まるの？まあもちろん、まあ普通にまあ全部が left から right やろう。
でも多分まあ日本は逆やで。あ、そう、日本右からじゃん。そう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 、多分まあ本の読むとか。あ、だからかな。うん、わかんない。右が先だね。うん、I don't know。絶対右も左もっていう順番。ま、本当にどっちでもいいと思う。あ、でも日本語これはフレーズはどっちでもよくない。あ、うん、じゃあ右から、そう、右も左も全然わからん。そう、でもあの言葉で左右っていう言葉を知ってる、うん、左右って左の漢字が先で右の漢字が次なんだけど、あ、left and right、 そう、それは左右っていう、左右、あ、聞いたことある、聞いたことある、うんうん、でもこのフレーズに限っては右も左もっていう順番かな、うん、なんでかな、そうそう、わかんない、うん、あ、じゃあまあ大体わかりやすいんだね、これは、うん、表現は、いいね、うん、なるほど。でも本当にまあまあいいフレーズと思う、うんうんうん、例えばみんなは、まあ、もし初めて日本に行くときは、あ、そうね、もしまあまあどこか全然わからないとか、うんうん、まあ多分まあ手伝ってくれって時は、うんうん、まあ、誰かに、まあ、それ言え、そう、すみません、ちょっと右も左も全然わからないけど、あ、ちょっと手伝ってくれない、ああ、ありありあり、うん、でもその日本人は、え、なんでこの外国人がそんなに確かにそんなことは知ってるのそうそうそう、知ってるけど、まあ、日本のことは知らない確かにそれ面白いな、うん、面白い、まあでも、そうだね。結構だから、なんか、シチュエーションのこと話すときに使うから、うん、さっきみたいに、後で、うん、その、talking about the past、うん、なんか、thank you for teaching me when I didn't understand anything とか、うんうん、あの時は、右も左もわかりませんでしたとか、うん、結構その、パステンスで使うことが多いかもしれない。うんうんうん、そうそうそう。例えば、まあ、let's say if I'm leaving a job,And let's say at the start it was very difficult. If、うんうんうん、if I want to say thank you to everyone at the end, そう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  I can say that. まあ最初は、右も左もわかりませんでしたが、うん、まあみんなのおかげで、そうそうそう、まあだいぶまあ慣れた。そういう使い方を本当にする感じかな。いいね、いいね、うん。それいいと思う。まあだいたいまあこういうフレーズはまあ formal situation はまあ知らないね。うん。うん、だからまあそのニュープロジェクトとかニュープロダクトとかだからまあそのビジネスで使うことが多いと思うけど、うん、うん、まあ、今日のこのフレーズのことで、うん、ちょっと PDF とかも作ったんで、うん、それもよかったら私のコースで見れるようになっているので、うん、ぜひぜひ見てください。見てね、うん、うん、まあ、こんな感じでさ、なんか一個のフレーズとかを、うんうん、あんまり使わないフレーズ、そう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 、けど知ってたら便利みたいなやつを、うん、そうそうそう、ポッドキャストで教えていけたらいいなっていうふうに今思ってるんだけど、うんうん、多分みんなはそういうフレーズ興味あると思う、ね、そうそう、私はまあ最初日本語を勉強した時は、うん、もし誰かがまあこういうフレーズを教えてくれたら、まあ、めっちゃ嬉しかったね、うん、使えるでしょ、うん、そうだね、そうだからまあなんか1日っていうか1個のポッドキャストで1個とか、うん、まあ、1個2個ぐらいそうをしていけたらいいかなと、いいね、うんうん、はい、っていう感じで今日はちょっと短いんですけど、うん、このまあフレーズのレッスンでした、うん、はい、これマイクが必要なの、マイクが必要必要necessary、 そうそう、何がメス、このレッスンは私が一人で喋ってもさ、あ、そのマイクが知らないことを理解して、うん、それを英語でも説明できるっていう風にすると、うん、聞いてる人はもっとわかる。ああ、そうだね。うんうんうん、そんな会話。だからマイクと一緒にポッドキャストするときはこういうのをしたいかなって。うん、いいね。思います。はい、Thank you for having me. How can I say thank you for having me in Japanese? え、ない。は？ありがとう。ありがとう。いいしょ、お疲れ様です。言わないの？まあなんか誘ってくれてありがとうとかじゃない？Thank you for inviting me。そうだね。おい。うん。そう、日本語で言えないねフレーズたくさんあるからね。うん、そうだよね。そういうのも話したいね。うん、はい、というわけでじゃあ今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございます。また次回。
会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。